翔竹健太郎は、昭和時代戦前の日本の作詞家、歌人、旧姓中学校教諭、郷は春鳥、大分県出身。1893年2月、大分県西国崎郡町、田村の農家に4人兄弟の長男として生まれる。小学校を卒業後、田原村の准教員養成所を経て、西国崎郡高田町で代用教員を務め、 大分市藩学校へ進学する。大分市藩学校を卒業した後は、日本大学へ進み国語と漢文を学んだ。帰郷後は、県立薄木高等女学校や徳島市藩学校、旧西宮崎中学で教諭を務める。旧西宮崎中学在職中の1933年、宮崎市で開催された祖国日光産業、博覧会のテーマ曲募集で応募作。 祖国ひなたの指揮が一等入選となる。これ以降、校歌や消防歌の作詞に取り組む傍ら歌人としては、宮中歌会詞での入選も果たしている。1935年、豊か新報の創刊50周年を記念した、県民歌の歌詞募集に際して応募作が一等入選で採用され、江口義の作曲で中野忠春が歌唱する。 大分県行新局として日本コロンビアより SP レコードが発売された。大分県行新局の歌詞を応募して間もなく、札幌商業学校の教員に招かれて北海道へ転勤する。1944年、目白女子商業学校の校長に招かれて上京するが、選挙悪化のため妻の教理である、岐阜県稲郡、苗木町へ疎開し、 旧制中津商業学校教員となる。1952年5月、県立中津高校の分校設置を、文部省に陳情するため上京していた際に、風で体調を崩し、中津川へ戻った後に、心臓弁膜症を併発し27日夜に死去、去年60、16位を追増された。成果がある朝田村は1954年に、田原村と合併して、大田村となった後、 2005年に新設合併で、ひつ市の一部となり、現在に至る。代表作の、大分県行進局は、現在も県内で広く愛称されており、33回期、かつ、局の発表50周年に当たる1985年には、衆議院議員、田原隆の記号による、大分県行進局春鳥化碑が、県道31号線沿いに建立されている。 上記の2曲は日本コロンビアより SP レコードが発売されている。ありがとうございます。